ただいま。よいしょ。疲れた。デイジーだよー。ちょっと今帰ってきたんだけど、手洗ってこようか。手洗って、あ、照明。照明つけて。手洗ってこようか。さてさて、ちゃんと。うがいもぶっぱなしてきたところで、はい、改めましてレイジです。今朝の10時50分、10月30日の朝10時50分です。で、私ね、あ、声ひどいわ。今日の朝5時半に帰ってきました。夜勤バイト明けでね。それなのにちょっともう仮眠もままならぬまま買いに行ったものがあります。ではこちら、そう、マクドナルドのグリマスシェイク。トゥルトゥトゥトゥ、グリマスグリマスグリマス、かわいい。でね、このグリマスシェイクを買ってきたんだけれども、なんかこのまま飲むんじゃちょっとねっていう。で、私ね、あることに気づいちゃったの。私、ハロウィンじゃん、グリマスやる。ね、で、あのね、なんでそれを思い立ったかっていうと、実は買いに行く時まで全然そんなこと考えてなかったの。ウィンドブレーカーを着たんですよ。ちょっと東京ね、今日ちょっと小雨がまだパラついてたんで、ウィンドブレーカー着ようと思って着たの、これを。もうこれ着た時にさ、えって、あれ、これは雨をし、これで雨をしのぎながらさ、行ったんだけどさ、もうこれはグリマスカラーじゃんってことでね、じゃあこうやるっきゃねえだろってことで急遽今決めたの。はい、本当はね、グリマスシェイクチュパチュパ飲んで寝ようと思ったんだけど、ちょっとそうも手も許してくれなさそうなんで、やってくよ。寝起きのドスピン、寝起きどころかもっとコンディション悪いわ。夜勤バイト明けだからね、やってくもね。でね、急に思い立ったからね、何の準備もないんですよ。何の準備もないんだけど、なんか一応ね、ザ・ムラサキのこのね、マジョリカマジョリカのこのアイシャドウ、カスタマイズのね、バイオレットの482番は持ってるわけ。これね、これは持ってるわけ。なんかこう、メイキャップ動画、メイキャップ YouTuber みたいなやってるけど、これはあるわけと、ちょっとグリマスカラーに近づけるのに、ちょっとブルー系のアイシャドウもね、ちょっとここら辺とかも混ぜつつ、ちょっとやってみようかなと思ってるんで、よろしくお願いします。本当にドスッピンで恥ずかしくなってきた。さあ、髪の毛止めた方がいいかな。なんか止めた方がいいか。ちょっとね、前髪ぐらいは止めとこうか。これでね。熱っ。熱っ。ごめん、ちょっと脱ぐ。熱っ。熱いわ。なんか今日何かしら。熱っ。はい。じゃあね、首下ぐらいまででいいかね。このこれ切るからね。ウィンドブレーカーね。さあさあ、シェイクが溶ける前に。メイク紹介する動画じゃないんで、もうパコパコいくわよ。これね、ブルー系のこのちょっとこの群青色っていうか紫がかったブルーもあるんでね、これなんかもまさしくいいよね。これとかとちょっと青みが強い感じがするんで、このグリマスちょっと黒っぽい紫なんで、とこのね、ちょっと暗めなブルーのところもちょっとグリグリグリってもらって、おい、これもらって、で、本命の紫ちゃんもいっぱいもらいましょうか。ね、これもね。グリ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 。あ、グリグリグリマス、グリグリグリマス。ね、こんな感じで、これをちょっと、一
じゃあどんな感じか手のひらで。おお、え、いい感じじゃない？ちょっと青みが強いのかな。あ、赤みが足りないな。どうしよう。意外と赤みが足りなかったわね。あ、唇に足そうか。赤を足そうか。なんか私赤い、私あんま赤い口紅持ってないんだけど、なんかチフレでそれっぽい色なかったかな。私試しにね、もう試すときはチフレが一番ですよ。あれ、なんか私それっぽい色持ってなかったっけ。チフレの赤持ってたと思ったんだけどな。本当にね、赤い口紅似合うはずなんだけど、ただ遠の方にはね、苦手でね、あんまつけたくないなっていうのがすごいありましてね。ちなみにね、このアメリカでは先にこのグリマスチーク発売されたんだけど、なんかちょっとバズってて、でどんなバズり方をしたかっていうと、グリマスチークを飲んだ後、みんなグリマスに殺されるっていう、まあ殺されるっていうか、グリマスチークを飲んだ後ちょっと具合が悪くなって死んじゃうみたいな、なんかそういうのが流行ってたのね。で、日本はね、今日発売なんで、グリマスシェイク。発売になった後みんなどうなるかっていう話なんですけど、ちょっとね、茶色の口紅があったんで足してみたら、ちょっといい感じに黒っぽくなったんで、これを、あ、やっぱドーランと違うからあんまり色乗らないわね。結構グリンチョしないと色乗らないのかも。ね。塗ったら早いわね。もう塗るだけだから。私はもう可愛くしないわよ、別に。もう本気でやるからね。やるからには本気ですよ、こっちは。うん。なんか青ひげのおっさんになってる。ちょっと可愛くするわけではないけれど、チークがなんかないとなんか見栄え良くないな。今さらチークのせる？ちょっとピンクでね。いいねいいねいいね。あった方がいいね。チークはなんか見栄えが悪いわ。オッケーかしら。あのね、すっごいムラがすごいんでね、ほんとパフとか使えって感じなんですけど、そういうの持ってないんで私、パフとか。眉毛も自然とグリマス色になったね。なんか黒くやるべきかと思ったんだけど、眉毛なんか、例えばなんかこんなメイクしててちょっと思ったんだけど、ウィキッド楽しみだよね。二人の魔女って映画、日本は公開がちょっと半年ぐらい先なんですけど、アメリカだと11月公開なんだよね。二部作楽しみ。私本当にミュージカル好きで、わざわざニューヨークブロードウェイ見に行ったの一人で、そんぐらい好きだからね。もう予告見るだけで泣いちゃうよ。目の周りは紫中心にしようかな。もっといけよって動画見てる人も思うかもしれないけど、これアイシャドウでやってるんで、動乱じゃないんで、結構限界っちゃ限界なんだよね。さあどう？ベースはだいぶね、チークとアイシャドウのところだけピンクと紫足したんで感じかな。じゃあムラがすごいけれども、しょうがない、メイク道具持ってないからね。アイラインを引いていきましょうね。100円ショップで買った、もう20年ぐらい使ってるじゃないかっていうね、このペンシルちゃん。みんなってペンシルのアイライナーってどのぐらいのさ、あれで頻度でなくなるもんなの？ちょっとこの印象的な眉毛はね。あ、だいぶ溶けてきてる。保冷剤の上に乗せよう。やばいやばいやばい。
いい感じじゃない。このね、上が意外とグリーン調なのでね、あ、いい感じいい感じ。あ、グリーマスってやっぱ眉毛特徴だもんね。あとお目目いきましょう。みんなハロウィンとかさ、何仮装すんの？私マジで今年ハロウィンやると思わなかったわ。しかもグリマスなんて。あ、いい感じ。はい、ちょっとカーテン、あ、やっぱりカーテンの光を抑えましたのでね。あ、はい。やばい。じゃあ着るよ。紫のパーカーね。これね、ウィンドブレーカー着るよ。やばいじゃん。パラッパッパッパ。じゃあ、グリマシェイクお待たせしました。飲みたいと思います。だいぶ柔らかくなっちゃったけど、ストロー、カモン。改めてこのさ、紙コップだけでね、汗かいてる。紙コップだけでも買ってよかったなって感じ。色味なんですけど、お、あ、だいぶね、こう紫色っぽい感じ、わかる？あ、ちょっと薄いね。カメラで撮ると薄いよね。さあ、いただきます。こういう、あ、私そうだ、紫色の口紅持ってるんだ。こういう時にね、セルボークの、あ、そう、セルボークのこの紫色のパープル、パープル、これ、あお、おいしい、普通に。なんかそんなにヨーグルト感ないよ。これは美味しい。あのね、え、疲れてんのかな。ブルーベリー感もそんなに感じない。うん、なんか飲みやすいよ。あの、甘すぎず、でも酸味がないから、なんかさっぱり、あの、飲めるな、みたいな。なんだろう、なんか色が、ね、こうね、あの、さっぱりいただけるな。いつものシェイクよりもさっぱりいただけるなって感じがする。うん。飲みやすくていい、これ。ほんのりブルーベリーの香りがして。うん、これ子供も大人も好きだと思う。ドハマりするかっていうとハテナなんだけど、他のフレーバーって味が強いじゃん。イチゴとかさ、チョコとかバニラって従来のやつ。これね、グリマスキャラクター強い、インパクト強い割に、あの、味がね、インパクトがね、優しめだから、あの、なんだろう、お年寄りの方とかにもなんかシェアして飲んでほしいぐらい優しい味だよ。グリマスって優しそうだもんね。うん。はい、というわけでね、デイジーでした。死んだふりしないだけでやっちゃったよ。はい、というわけで皆さんも、グリマスシェイク飲むときは、あの、動画撮って、死んだふりしてみてください。じゃあね、ありがとう、バイバイ。っていうかさ、グリマスアメリカでは誕生日にあの発売されたらしいんだけど、グリマス誕生日いつなのかね。ね、ちょっと気になる。グリマス誕生日、あ、6月12日、あ、双子座じゃん。私と一緒じゃん。お前双子座かい。